現在、海自最大規模の出雲、片護衛艦に、F-35B ライトニング 2B 戦闘機を艦載機とするための航空母艦化改修工事が進行中です。出雲、片護衛艦の土台であり先行して建造されたのが、日向片護衛艦ですが、この艦は航空母艦化改修ができませんでした。中国もドローン空母を計画しているとの話も。日本の技術力は衰退と言われる方は多いですが、実は、世界屈指の最強技術をいくつも持ち合わせています。AI システム化で、少人数での運用開始が始まるかもしれませんね。2023年現在、海上自衛隊保有の最大規模艦艇といえば、1番艦伊豆、元2番艦加賀の2隻を含む出雲、片護衛艦です。このシリーズには、ヘリコプター搭載型の護衛艦を示す DDH という艦首記号がついています。出雲、片護衛艦のサイズですが、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートル、スクリュープロペラが2軸、最大14機の搭載能力を持っています。ただし、航空母艦と呼ぶには、F-35 ライトニング 2B 型の MAX 搭載数は14機なので、多くはありませんが、海自艦艇では最大規模なのです。主機関として、アメリカのジェネラル・エレクトリック社製のガスタービンエンジンを、護岳方式で、2機ずつ、4機搭載していて、1機あたり2万8000馬力なので、合計11万2000馬力、最大速力30ノットを誇ります。電源装置としては、主発電機を4機搭載、合計14000kW の供給可能ですし、原動機は、機関部と同じ、ジェネラルエレクトリック社製のガスタービンエンジンを搭載、護衛艦として、初めての戦艦電圧 6600V の高圧配電方式を採用しています。日向型と同じく出雲、片護衛艦は、全通式飛行艦板右舷側に、上部の建物を集約化した環境があります。この全通飛行艦板のサイズは、長さ245メートル、幅38メートルですから、艦艇サイズとほとんど差はありません。ヘリコプターの発着スポットは5箇所あり、最大14機が艦内格納庫に収容可能で、夜間発着できるようにライトが埋め込まれているなど、ヘリコプター運用に重点を置いているので、国内外では収益時からヘリ空母と分類されているのです。この全通式艦板には、3つの格納庫、第1、第2格納庫、整備用があり、SH-60kg 哨戒ヘリコプターが、最大14機格納できますが、実際は、SH-60kg 哨戒ヘリコプター7機と、MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機での運用ということです。もともと、出雲、片護衛艦は、多任務艦の機能が要求されていたので、陸自や海地が運用している双発で、大型の CH-47J 大型輸送用ヘリコプターチヌーク回転翼機の運用が想定されていたそうです。この大型輸送用ヘリコプター CH-47J でさえ、艦内に収容できるようにされているという事実を見ても、出雲、片護衛艦がどれほど大きいかと想像できますね。この巨大艦艇の格納機に、収容可能な航空機のサイズを見てみましょう。SH-60kg 哨戒ヘリコプターが全長 19.8M、全幅 16.4M、全高 5.4M、全備重量 16,650kg。MCH-101 輸送救難ヘリコプターは全長 22M、全幅 18.6m、全高 6.6m、全備重量 14,600kg。CH-47J 大型輸送用ヘリコプターチヌークは全長 30.18 メートル、全幅 18.29 メートル、全高 5.69 メートル、自重 178,352kg です。出雲、片護衛艦には、それらの機体を格納庫から昇降させるエレベータが、前後に計2機が備えられていて、全部はインボード式、後部は環境後方右舷のデッキサイド式です。全部のインボード式が、長さ20メートル、幅13メートル、後部のデッキサイド式が長さ15メートル、幅14メートル、耐荷重が30トンで電動油圧制御方式を採用しています。
現在、改修工事を進めている出雲、片子栄冠伊豆、元香川、短距離離陸、垂直着陸が可能なストブル形式の F3 ゴライトニング 2B 型を艦載機にできるのですが、その大きさは、長さ 15.61M、幅 11.37M、重量27トン強です。日本が調達を進めている F3 ゴライトニングには、アメリカの航空機メーカー、ロッキード・マーティン社を中心とした企業によって開発されたステルス戦闘機であり、日本を含む西側諸国が唯一調達可能な機体です。設計や建造を開始した時点では出雲、片子栄冠が、この F35 を艦載機とすることは未定でしたが、浸水直前の2013年7月、艦載機としての配備、運用も、視野に導入が検討されていると、マスメディアが報じたのです。当時の防衛省は否定しましたが、出雲、型は、設計段階から、将来的に、F35B 搭載の可能性を考え、エレベーターのサイズなどを決定していたそうです。今後の可能性を見越して企画されたと思われるので、先見性があるという声も聞こえます。海上自衛隊では、航空母艦の保有を目指していたのですが、当時、専守防衛を掲げる理念のもと、航空母艦を運用することについて、政治的にも批判を受けることを危惧していたようです。こうした政治的、経済的事情で、日本が足踏みをしていた頃、中国は、国家の経済力を背景に、軍の近代化と勢力を拡大、活動範囲を広げ、軍事的な圧力を強めていったわけです。中国に圧迫されているという日本の安全保障環境の危機感に追い立てられたのか、航空母艦化計画を実現させることになったのです。2010年後半になると、出雲、片子栄冠の航空母艦化改修が本格的に検討され、2017年には、ジャパンマリンユナイテッド社へ、航空機運用能力向上に関する研究を委託し、改修工事事業に着手しました。出雲、片子栄冠に、無人航空機とともに、F3 ゴライトニング 2B 型の運用を想定した研修も行われたようです。そこで、将来的な運用を視野に入れて、2018年12月に閣議決定した防衛計画大綱では、STVL 機を運用できるように本艦を改修することにも明記したというわけです。日本政府の見解としては、攻撃的兵器である、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦は保有しないとしながらも、防衛用の航空母艦ならば、憲法や自衛隊理念には反さないというものでした。政府は、出雲、片子栄冠の航空母艦改修工事が終了しても、F3 ゴライトニング 2B を艦載機として常時運用はしないと明言しています。従来通り、対戦ヘリコプターを搭載して、F3 ゴライトニング 2B と併用運用するとしています。出雲、片子栄冠の航空母艦化改修工事は、2020年度防衛予算から改修費用を出して着手、1番艦出雲、2番艦加賀、が、5年に一度実施される大規模な定期検査に合わせて、2回に分けての改修工事を予定しています。具体的には、1回目の改修で、全通式飛行甲板に、F3 ゴライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱に耐えられる特殊塗装を施し、耐熱加工や電源設備の設置を行い、インフラ設備を整えることが決定しました。航空母艦化改修工事と並行して、2023年度防衛費の中には、F3 ゴライトニング 2B を6機調達する経費が盛り込まれていて、海上自衛隊は、F3 ゴライトニング 2B を、総数42機の導入を予定しています。F3 ゴライトニング 2B 型が最初に配備される拠点は、宮崎県の航空自衛隊の新田原、ニュータバル基地です。必要に応じて航空母艦化した出雲型に艦載され、2024年度からの運用開始を目指しているそうです。日本で初めて航空母艦化の改修工事を進められている出雲片子栄冠ですが、先行して建造されたのが、海自発の全通式甲板型護衛艦で、ヘリコプター搭載護衛艦のヒューガ、片子栄冠のヒューガと伊勢の2隻です。ヒューガ、片子栄冠のサイズは、
基準排水量 13,950トン、満載排水量 19,000トン、全長197メートル、最大幅33メートル、深さ22メートル、喫水7メートル、高さ48メートルです。排水量を比べると、出雲、潟越管のおよそ 70% 強ということになります。この2艦は、共に全通式飛行甲板を備えており、空母のような外観ですが、飛行甲板から格納庫を結ぶエレベーターは、前後に、それぞれ合計2機設置されており、インボード式が採用されています。ヒューガ、潟越管のエレベーターは飛行甲板上にあるので、F3 ゴライトニング2B の運用が困難だったので、出雲、型のように航空母艦化改修を行うのには無理だったと考えられます。元カカの F3 ゴライトニング 2B 戦闘機運用実績によっては、本格的な航空母艦としての運用、あるいは海上自衛隊初の強襲揚陸艦として、を、積み型輸送艦の代替艦に運用するという可能性も考えられるようです。